福音ルーテル聖カタリナ教会。以前頂上にあった十字架は2階のバラ窓の前に映されている。福音ルーテル聖カタリナ教会の2階礼拝室。福音ルーテル聖カタリナ教会は、ロシアのサンクトペテルブルク市にある福音、ルーテル教会で、市内の一番繁華なネフスキー大通りから、ボリシャやコニューシェンナヤ通りに入ったところにあり、現在の建物は1885年に、 作られている。通常、スウェーデン教会と呼ばれている。福音ルーテル聖カタリナ教会は、ロシアのサンクトペテルブルク市にある福音、ルーテル教会で、市内の一番繁華なネフスキー大通りから、マーラヤコニューシェンナヤ通りに入ったところにある。住所は、サンクトペテルブルク市、マーラヤコニューシェンナヤ通り位で、スウェーデン大使館の隣にある。 現在の建物は1885年に作られている。スウェーデン人によって建てられたもので、通常、スウェーデン教会と呼ばれている。この教会は、サンクトペテルブルクの建設と共に始まり、300年の歴史がある。毎月第2、第4日曜日の午後5時から、スウェーデン語とロシア語の礼拝が行われている。また、英語、韓国語などの日曜礼拝も、 この教会を借りて行われている。ネフスキー大通りのこの地域には、次のようなプロテスタント教会がある。ネフスキー大通りの向かい庭があり、少し離れてやはり、ネフスキー大通りの東の方ににもある。ありがとうございます。